ケマ発電所は、かつて、大阪市宮古島区ケマ城一丁目に存在した、石炭火力発電所である。1922年から1944年に、かけて運転された。発電所出力は1 2 5 0 0ット。基礎川開発を手掛けた、大道電力により、大阪方面における滑水器の補給用、火力発電所として建設。1939年に、 日本初送電へ出資されるも、太平洋戦争中に設備教室のため廃止された。1919年11月、基礎川開発を展開中の福沢桃介率いる基礎電気工業と関西の電鉄会社系半電気鉄道により、関西地方への電力供給を目指して大阪送電が設立された。同社は基礎川筋から京都、大阪方面へ至る 送電線を建設するとともに、滑水器の水力発電量の限界を補充する、出力1万キロワットの火力発電所を大阪府内に新設する計画を立てた。大阪の火力発電所は、石炭輸送の都合上大阪湾に面して建設されるのが一般的であるが、需要化への供給や古川橋に設置する大阪変電所との連絡の都合上、 大阪湾付近ではなく旧淀川佐岩、大阪市とも淵町315番地一が用地に選ばれた。こうして建設されたのが、ケマ発電所で1921年10月に着工。基礎電気工業の母体名古屋電灯が、名古屋市内での渇水補給用発電所建設のために、発注していた設備を転用し急いで工事を進め、翌1922年10月竣工。 直ちに運転を開始した。発電所出力は1 2 5 0 0ットとされた。以後、20年近くにわたって、大動電力によって運転された。低新小電気局の資料によると、1925年度の稼働実績は、計2,282時間、総発電量2100万1 8 0 0ット時、1936年度の稼働実績は、 1> 計1123時間、総発電量1 0 9 8 9 4 8 0ット時であった。1938年8月、電力国家管理実施に伴い大道電力は、日本発送電への設備出資命令を受命する。対象設備には、ケマ発電所も含まれており、翌1939年4月1日付の、日本発送電設立とともに、同社へ引き継がれた。 出資から5年後の1944年1月、比較的有給な設備であるとして、太平洋戦争下の設備教室のため廃止となり、タービン発電機1機ボイラー6巻はすべて中国北部へ移設された。したがって、戦後発足の関西電力には引き継がれていない。発電所設備の概要は以下の通り、ありがとうございます。